ネージャーさん今日夜の6時だと思ってたらしく、僕は地図ももらってないまま現場に来なければいけなくなり、朝から大変だったわけですけれども、今の気温何度ですかね。後ろに北海道張っております。見えません。で、北海道張ってますけれども見えません。はい、この北海道で頑張りたいと思います。家だけ今からクリスマス気分でツリーとサンタクロースとリースが飾られています。今クリスマス気分を味わおうと思います。見てください。今日のお気に入りの衣装、今日絶対これを買って持って帰ります。趣味は、マニアックになることです。いや、マニアックになるための勉強をすること。ちょっと変わった人になりたいと思って今その観察。中村雄一です。いろいろ自分の好きなことをやらせてもらいました。マフラーをこうね振ったり、帽子かぶったり、ちゃんと自分の意思を持って、自分の道をちゃんと作って人生歩みたいと思います。